皆さんこんにちは、ユフィットトニーです。今日のテーマは邪悪になりますね。これまでね、クリーンというね、バーベルを、床からこう肩の位置まで持ってくる動作の説明、これはねさせてもらってるんですけど、今日はさらに肩から頭の上まで持っていく邪悪という動きの説明をしていきたいと思います。これを見ればもう本当1から10までですね、邪悪のやり方が分かるので、ぜひ参考にしてみてください。邪悪というのはですね、プッシュプレスというものと、プッシュ邪悪、もう一つスプリット邪悪ですね。少し難しいものがあるんですけど、今回のこの動画ではプッシュプレスとプッシュジャークに絞って説明していくと思います。バーベルをね、この肩の位置に持ってきますね。これ皆さんクリーンが終わった後ね、ここにバーベルありますよね。おそらくクリーンをした後っていうのは足幅が少し開いてる状態だと思います。それをまず腰幅に戻してもらうところから始まります。重心をかかとに置きましょう。ずっとクリーンをやるときは母子球に重心を置いてくださいって言ったんですけども、ジャークをやるときは重心がかかとに移動します。なんでかっていうと、バーベルの乗ってる位置、これ見てもらうと、この体にピタッとついてますよね。でこの体にピタッとついてるその真下にかかとが来るので、そこにしっかり重心を置いてあげるという形になります。ここから少しまた見ていくと、スタンス腰幅になってて、重心かかとで、つま先は少し開いてあげましょう。でそのまま上半身に来ると、でクリーンキャッチした後ので肘がしっかり前に出てますね。で、しっかりここで胸をうっと張ってあげて、またこの後上半身のポイントが一つ出てくるんですけど、胸を張ってる時にこの背中の筋肉ね、広背筋、僕もねこのいろんな動画で広背筋ってよく言ってますけど、この背中の筋肉をグッと使ってあげて、バーベルをね支えてあげる、そんなイメージを持ってあげましょう。こうするとしっかりとバーベルを体で支えることができます。これでセットアップが完了ですね。セットアップが完了したら、最初の動きはディップという動きになります。ディップという動きは、体を沈める動作で、実際にはですね、ここからぐーっとね膝を尻に曲げて、足の力を使ってこの後ねバーを頭の上に上げていくので、準備段階となる動作ですね。このディップやっていきましょう。まず最初に言った通りね、重心はかかとでしたね。このかかと重心は変えずに、体胸しっかり張ったまま下にスーッと下ろしていきます。で少し膝を外に割ってあげるようにしましょう。そうするとつま先と同じ方向に膝が行って、降りていきます。で、この膝のですね、曲げるどのぐらいまで曲げたらいいかなっていうところなんですけども、重心がですねかかとに残せる位置くらいまでにしましょう。あんまりこう曲げすぎちゃうと、どうしてもね重心こう前行っちゃいますよね。なので重心をかかとに残せるぐらいで下ろしていきます。この後なんですけど、また下ろし方で1個大事なのが、お尻を真下に下ろしてあげるということです。スクワットとかデッドリフトだと少しお尻こう後ろに行きますよね。それじゃなくて、かかとの真上にお尻をスッと下ろしてあげると、こんなイメージになります。そしたら実際にこのディップというところまで行ったら、あとは足の力を使って思いっきり真上に伸び上がってあげて、で足が伸びた瞬間にそのままバーベルを頭上まで持ち上げてあげるという形になります。これがプッシュプレスという動作ですね。ここからディップという動作でしゃがんで、足に力をため込んで伸び上がる、で頭上までしっかりと押し切るというのがプッシュプレスという動作になります。リップからこのプレスのところの流れなんですけど、こうスーッとね自然に降りたら、下で止まらないで素早く切り返して頭まで持ってくるようにしましょう。まあなんかイメージで言うと、スーッと降りてったら、ちょっとなんか熱湯とかに触れちゃって熱っていう感じで、ボンと上にね逃げるような感じですね。こんな感じでやってもらうと、素早く切り返しができると思います。ね、ここからしゃがんでって、なんか熱いものに触れて、おっと、みたいな感じで上に逃げていくという感じです。2つ目のプッシュジャークいきましょう。プッシュジャークは、今のプッシュプレスはね、しゃがんでから上まで伸ばしきりましたね。に対してプッシュジャークは、伸びた後にバーベルの下に潜ってあげるという動作が加わってきます。でこのプッシュジャーク、なぜやるかというと、バーベルの下に潜ることでより重い重さが持ち上げるようになるためです。ではやってみましょう。同じセットアップで、かかと重心を置いて、胸しっかり張って、でしゃがみ込みます。でここから伸び上がりますね。伸び上がって、大体もうバー上げる位置は目線ですね。この辺まで来たら、あとはスッと潜り込んであげるだけですね。でこの時ねポイントがあります。足のですね、角度は、スクワットでいうとですね、4分の1ぐらいの深さですね。なんで、膝よりお尻はしっかり高い位置ですね。このぐらいで
で少しグッと顔を前に出してあげます。顔を前に出してあげることで背中がしっかり寄ってバーベルを背中で押さえることができますね。ここでしっかり安定させたら立ち上がってくると。もう一度いきますね。プッシュプレスとこのディップの姿勢は一緒です。体を起こしたまましゃがみ込む。で伸びてバーが浮いてきますね。で目線あたりまで来たところでスッとしゃがんでキャッチしてあげると。これがプッシュジャークになります。なんで、今回の動画ではプッシュプレスとプッシュジャークという2つのジャークを、ね、ご紹介しました。次回はスプリットジャークといってですね、もう少しかっこいいジャークをですね紹介したいと思いますので、今回はこの動画をしっかり見てプッシュプレス、プッシュジャーク、これを力ね皆さん、極めていってもらえたらと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。 UFIT のトニーでした。